ことほがきや食品株式会社は、愛知県豊明市二掛町所書189に本社を置く日本の食品加工会社。社団法人日本即席食品工業協会の会員企業。ショッピングセンター内のレストコーナーなどで、ラーメン店、チェーン、スガキ屋を展開している、系列会社、スガキコシステムズ株式会社によって設立され、同社と共に、 スガキコグループを形成している。スガキコシステムズに対し、ことほがきや食品はこの店の味を保持したまま、インスタントラーメン化したものを製造、販売するという位置づけになっている。主力商品の一つ、和風豚骨ラーメンがそれに当たるのだが、その一方で店舗では味わえない全くのオリジナル商品も製造している。愛知県、岐阜県、三重県、静岡県及び、 京阪新地区の一部が主な販売エリア。なお、日本で初めてスープの粉末化に成功した会社でも、ある。カップ麺の製造は、山本製粉と、加藤吉水産の群馬工場で、受託生産の形で行われていたが、2020年6月30日に、テーブルマークが、加藤吉水産の土地、建物、機械設備一式を当社以上とし、自社での生産へ移行した。 なお袋麺の製造は住岡食品にて受託生産されている。かつては大阪の朝日放送や兵庫のサンテレビでもスポット CM が流されていたことがある。ありがとうございます。